こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル。7月9日土曜日。今回は週末スペシャルということで、今週の振り返りと来週のトレードポイントについて解説をしてきます。今回は通貨ペア別の解説とさせていただきまして、まずは全体の相場感とドル円相場。そして、ユーロ円とユーロドル。ポンド円とポンドドルと続きまして、 最後に5ドル円と5ドルベイドル。この順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは、まず全体の相場感でございますが、こちらの対円のチャートをご覧いただきますと、ドル円相場はレンジ相場。レンジの方はね、135.0から136。こちらからスタートした形でございますが、週の後半は1段階50ピプス上がりまして、 135.50 136.50ののサポートとととここレンジに移行してきたことがお分かりだと思いますそして、一番下げたのがユーロでございますね。ユーロ円の方は5日の火曜日、大きな下落に巻き込まれてから、下がったんですが、一旦は下げ止まった形で、こちら、週の後半に関しては、レンジ相場そして、ポンド円とポンドドルに関しましては、これはドルとユーロのちょうど間の動き。 え、週の初めに下がったものの、ある程度の反発をして終わったというのがね、え、こちら全体の相場感でございます。え、これを通貨の強弱グラフで示してみますと、非常にわかりやすい形となりますので、こちらをご覧ください。え、はい、こちら、オアンダさんのオアンダラボの、えー、ページでございまして、え、こちら、1週間の通貨の強弱グラフ。週の初めはね、え、5ドルが弱いというところからスタートしたんですが、 5日の欧州時間の初動。これは火曜日となりますが、こちらドルに資金が集まる。これはユーロから資金が抜けたというところでドルが一気に強くなった。そのまま金曜日の雇用統計。これを受けてもドルの方は最も強い通貨。そしてユーロの方は一番弱いという形で、その間に円とゴードルとポンドが挟まれているという形でございますので、 今週一週間まとめてみますと、ドル高、そしてユーロ安の一週間でございました。えー、そしてね、えー、来週は何と言ってもメインイベント、ビッグイベントがございまして、えー、雇用統計も今回そこそこ動いたという形でございますが、何と言ってもアメリカの物価を示します、えー、水曜日に CPI、消費者物価指数の発表がございます。えー、この界隈はですね、ベ、え、イ、ー、ドル絡みの動きはね、非常にボラテリティが上がるという形でございますので、 えこの13日の水曜日、21時30分の CPI、これがメインイベントとなりますので、ベイドルを持ち越す方はですね、この間えお気をつけいただければと思います。主なイベントとしましては、他には月曜日、火曜日は特にございません。こちらの水曜日には、11時からニュージーランドのえ中央銀行ですね、政策金利の発表ということで、50ベーシスポイントの利上げが想定されております。 あと、えー、カナダドルもですね、えー、こちらは、えー、75ベーシスポイントの利上げということで、一気にね2%を超えてくる、えー、政策金利となろうかという形ですね、えー。木曜日を挟みまして、金曜日にはアメリカの小売り売上高、えー。これも物価に間接的に影響するということで、えー、かなりね強い、えー、強気の、えー、指標が予想されておりますが、この結果によっても、米ドルは動くということで、水曜日と金曜日。 アメリカドル、米ドルをね、持つ方はお気をつけいただければと考えております。それでは、前置き長くなりましたが、具体的に米ドルの解説に入っていきましょう。チャートの方を拡大していきます。先ほどもお話ししました通り、米ドルの方は、週の初めはこちら135円のサポートライン。そして136円のレジスタンスラインという形でスタートした1週間のスタートでございましたが、 週の後半はこれが1段階上がりまして135.50のサポートラインと136.50雇用統計で週の高値をねつけてきましたがこちらの136.50このレンジに移行したというところがね見てお分かりかなと思いますその要因としましては136.50これをつけたのはアメリカの雇用統計失業率は事前予想通りでございましたが 非農業部門の雇用者数に関しては、事前予想から10万人を超える増加という形で、こちらの方でね、雇用統計の上振れによりまして、一気にね、週の高値をつけたという形でございます。とは言いましてもね、トレンドは多少ね、出つつも、最終的にはレンジ相場。値幅の方も少しずつ縮まってきていることから、まず週の始めに関しては、レンジ相場を意識する。135.50のサポートと136.50。 このレジスタンスを意識した展開でよろしいかと考えております。よって、線の方を引き直していきますと、週の始め、135.50。そして、136.50ですね。こちらのレンジ相場が想定される。雇用統計はね、一旦上髭をつけて、136円50銭。ここをタッチしながらも、50ピプスほどね、下方向に下げて終わってしまいましたので、 ま、中央値であります、136円付近からのスタート。上は136円50銭。下は135.50。このレンジ相場、100ピプスですね。このところを意識していただく形がよろしいかと思います。よって、月曜日から火曜日、大きなイベントはございませんので、まずはこのサポレジを意識した逆張りですね。移動平均線は少し横ばいになってきております。トレンドが出てるときはね、移動平均線が右肩上がり。 その上側で平均足が位置する。そして逆にね、移動平均線が右下下がりであれば、その下側にね、平均足が位置しまして、各々ののロングを取るところ。そしてショートを狙っていくところ。まあ、このような形でね、トレンドは攻めていけるという形でございますが、ここもと移動平均線が横ばいになってきた。これはね、大きく135.50の直近の安値。そして直近の高値は136円50銭。 まあこういったところをね、うろうろした金曜日の動きが移動平均線を横ばいにしてきた。となりますと、移動平均線をまたぎながらの攻防、そして直近の高値安値のレジスタンスサポートですね。まあ、こういったところを意識するということで、こちらは136円50銭。ここに近づいたところ、要線から陰線に転換した場合は、しっかりとショートを取りつつ、逆に下方向に関しては135.50。 このサポートライン付近で陰線から陽線に平均足がチェンジしたところ。ここでロングを取っていく。このような逆張りで一旦は攻めれるかなと考えております。注意すべき点としましては、まずね、上方向に行った場合、もちろん陽線から陰線に切り替わったところを確認するというところはね、大事ところでございますが、しっかりと136円50銭の上側、ここはね、ストップロスをかけておく。 そして、ショートポジションを取ったところで、損切りピプス数が確定しますので、その1.5倍以上、その利確ポイントを置く。その利確ポイントは、このレンジの加減の135.50。この上側に置く必要がありますので、そのリスクリワード1.5以上、損益率が1.5以上を狙えるところで、しっかりとポジションを取っていく。これを意識していただくと,とともに、下方向も同様にですね、陰線から陽線に切り替わったところを確認してロング。 そして、その135.50をまたいだ下側に、ストップロスを置きまして、これも1.5倍以上の利格を狙っていただく。このようなところがね、レンジ相場に限らず、リスクリアード1.5以上を狙っていくというところでは必要になろうかと思いますので、よろしくお願いします。そして、レンジはね、いつかは破れますので、レンジブレイクの場合も見ておきましょう。同じくレジスタンスラインとサポートラインを引かせていただきまして、 まず上方向に関しては136.50。これを抜けた瞬間にロングで入ってしまいますと、過去ね、上髭でやられてしまう。金曜日もね、ちょうど少し超えたところから戻ってしまいましたが、えー、明確なレンジブレイクというところでは136.50。これを上抜けしてから、その上側で平均足が陰線から陽線。このような切り替えがあったところでしっかりとロングを取りつつ、その下側にはストップロスを置く。同じく、利益は損失の 損益のピプス数の1.5倍以上。これをね、置いていただくという形がよろしいかと思いますし。あと、下方向のブレイクも、一旦抜けた瞬間で入ってしまいますと、下髭でやられてしまう。こういったところを防ぐためには、しっかりと135.50。これを抜けてから、その下側で平均足が要線から陰線。このようなチェンジが見られたところで、しっかりとショートを取る。 そして、直近の高値と135.50。この上側にストップロスを置いて、損切りピプスに対して1.5倍以上の利益確定。そこのね、利益確定は135円。これはね、過去にサポートが入っておりますので、この上側に置いておく。これが成立した場合のみ、ポジションを取っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、米ドル円、こちらは皆さんの相場感もあろうかと思いますが、 一つの意見としまして参考にしていただければ幸いでございます。はい。以上でね、米ドル円の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円、そしてユーロドルの解説に入っていきましょう。